鈴ゆチャンネル。はい、こんにちは、世界史講師の鈴木祐介です。どうもこんにちは。はい、どうも。引き続きまして、はい、喋らせていただきます。ね、いやー、なかなか寒いですね。ちょっとね。今日これ10度いってませんよ。いや、またね、なんか寒暖の差がね、毎日激しくてね、大変なんですけどね。はい、で、まあ、田中先生といえばですよ、駿台関西の日本史のエースという。お聞きしております。一応は肩書きはそういう風になりますか ね、 ね。もうそんな感じですよね。まあ、たべびの紹介動画でも軽くね、お話はあったように、はい、記憶してますけども、はい、いつから講師業を始めたんですか？講師業は、大学院に進学した時に、はい、まあ、塾の、個別指導からスタート、キャリアはスタートさせまして。大学院からなんですね。はいはいはい、最初はまあやっぱり地元のちっちゃい塾で、うん、やってたんですが、はい、まあ、徐々にこう、うん、上げていく感じですかね。はいはいはい、駿台関西。はい、駿台時代は、確か30歳の時に決まりました。はいはい、あ、そうですか。はい、で、まあ、駿台関西って、僕も予備校好きではあるんですけども、はいはい、やっぱり一番その情報が入ってきにくいのって、はい、その関東と関西がもう、そうなんですよ。まるでバラバラなので。そうなんですよ。はい、あの、だからパンフとかも、はい、入手しにくいっていう部分があって、はい、あのですね、数年前に、いろんな、まあ、関西の先生がもらったりもしたんですよ。はい、はい。確かに田中健一先生もらった気がするんですけどね。田中健さんからもらったりとかですね。はい。あとは、あの、現代文の池上先生。ちょっと、その二人を、はい。ちょっと、いろいろね。まあ、ちょっと、まあ、僕、その辺よくわからないんですけど、はい、その池上先生で、はいはい、ね、今、学研プライムでもね、やってらっしゃいますけど、はい、僕ね、あの、池上先生と2013年に、池袋で一回飲んでんですよ。はい、で、その時に、先生、マニアでしょ、つって、あの、パンフ持ってきてくださって。なるほど。だからね、先生大人気ですからね。そうですか。講師室は常にあの質問の行列。そうなんですね。池上先生って、はい、学研プライム参加されてるってことは、はい、もういわゆる上位層とかにもものすごい人気あるし、ね、かつでもなんか、うん、かつてのセンター現代文とかでもすごい満席みたいな、うん、ね、聞きますよね。羨ましいですね、締め切りっていうのは。あ、やっぱり関西だと、あ、まあこっちもそうかもしれないけど、うん、やっぱり社会科はもう厳しい。なかなかたまにあのね、はい、共通テストとか文化史とかが締め切るかぐらいの感じなんで。そんな感じですか。あ、それこそあの竹岡先生とかがずらっとこうね、はい、締め切られてるのを見ると、うん、竹岡先生強いっすね。そうです。そう、竹岡先生に、はい、僕ただ呼びでもらった自分の名刺があるんですけど、はいはいはい、それちょっとあの講師室渡しに行きまして、おお、どんな反応でした？先生、まあ、とりあえずね、共演しませんかっていうので一応あの共演しませんか、うん、なんかノリで共演してくださるさすがにあの学研が、はい、いや、まあそこなんですよね。ちょうど、あ、そうか、そうか、そうなんですか。うん、で、まあ、その辺ちょっとはぐらかされた部分もあったんですけど、じゃあ、さ、じゃあどうやったら、うん、あの、もっとこう視聴者を稼げそうですかっていうのをやると、はい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 、何やってるんやって、はい、いや、それは受験日本史、はい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 、でもやっぱりこう、うん、受験日本史だけだと視聴者層っていうのは限られてくるので、それこそ鈴木先生がやってるように、はいはいはい、社会人の人も取り込むような形のネタが、さすが、日本史や世界史っていうのはいっぱいあるじゃないかと、はい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 、なぜそれをやらないのかっていう、はいはいはい、あのアドバイス兼お説教をいただきまして、的確的確なんですよ。的確 YouTuber の質問、はい、ね、すごい、はい、それをやっぱりずしっときまして、うん、当初社長からは、うん、いわゆるその教養とか、はい、その一般のその面白おかしい動画というよりは、ちゃんと受験向けの授業をしてくれというね、もちろんそれはありましたからね。だからその枠内ではなきゃいけないけども、うん、そこでテーマ誌ですよ。何やってもいいから。もう今日、うん、なんかね、やっぱり YouTube アップして、うん、多くの人に見ていただくと、はいはい、やっぱりだんだんと、うん、もっと多くの人に見てもらいたいという欲求がどうしてもね、うん、出てきてしまうので、まあ、そうですよね。シビアにこう再生回数で出ますからね、うん、そういうね、うん、ものも取り入れつつ、うん、もちろんそれをね、大学受験の必要な知識に還元していくっていうことをね、うん、考えていかないといけないとは思ってますね、うん、竹岡先生すごいですね。いや、あの、一回ね、去年あのお会いしたんですよ、はいはいはい、ものすごい気さくな先生 で、ね、あの、もっとなんだろう、なんか超然とした方なのかなっていうイメージ、はい、僕イメージが、はい、プロフェッショナル、はい、NHK の出た時の、はいはいはい、竹岡塾での生徒を叱責する様子なんですよ、うん、あのイメージがすごい強くて、生徒には厳しいですね、やっぱり、ね、厳しいですね。ちょっとね、びっくりしましたね、すごい気さくな方で、やっぱりこう、うん、医学部の上位層の方とかに対しても、うん、はい、直前期って僕らあんまり怒らないじゃないですか。でも、はい、
そういうミスを直せないのが医療ミスにつながるんだっていうような感じで、バシバシとこう叱責されてるのを見てね。まあ、愛情なんでしょうね。愛情ですね、あれはね。あとそうだ、2回目なんですよ、そうだ。1回目思い出した。早稲田出身なんですけど、はいはいはい、早稲田の池袋校ですね。はい、で、今はもう辞めちゃってるんですけど、はい、竹岡先生って東大プロジェクトっていうのに参画されてて、5年で100名東大合格者を出すっていう早稲田の企画があって。すごいですね、はい、それ。ハードル高いと。めっちゃ高くて、はい、厳しかったんですけど、うん、でそれで、なんか月に何回か教えに来られてたんですよ、特別授業、はいはいはい、でその日たまたま別の授業で僕も池袋校行ってて、はい、で隣の教室で竹岡先生が授業してたんですよ、はい、でなんかなんだっけな、なんかねコピーし忘れて、はい、僕がそのコピー機をこうのとこにも走ってったんですよね、はい、そしたら竹岡先生がちょうどなんか出てこられてて、はい、ぶつかりそうになったみたいな、はい、そういう、エンカウントが一回ありましたね、はい、で話戻すと、あ、駿台関西の、はい、日本歯科に所属してるわけじゃないですか、はい、で日本歯科はどうですか、仲いいですか。日本歯科は正直言って仲いいと思います。ああ、いいですか。あまりこうバチバチっていう感じはなく、はい、僕は一番若いので、はいはいはい、もう少し先輩方に可愛がっていただいてますし、うん、そうなんですね。チームワークもバッチリみたいな、はい、バッチリ。スタライブ出るっていう時も応援してくれて、うん、それはすごいですね。ツイッターとかでもこうリツイートしてくれたりとか、うん、やっぱ仲いいのが一番ですね今のただ呼びの講師陣みたいな感じですか、はい、です先生ポジション的にはどうなんですか、はい、そのまあ、多分中堅ぐらいって感じですか。業界全体だと中堅だとは思うんですが、駿、はいはい、台関西の日本歯科だと一番の若手ですね。一番の若手ですか。あ、そうなんですね、はい、でなんかほらこの人は国立向けの先生とか、はい、私大向けとかいるじゃないですか、はい、先生どの辺に位置してるんですか。これね矛盾が生じてるんですが、はい、まあとりあえず関西の日本史といえば塚原先生が、まあそうですよね、君臨されていて、君臨されてますね。あとは一橋のね、はい、鈴木和弘先生、はい、ここが二大巨頭なんです。そうなんですね、でまあその下に僕だとか、はい、あとは杉岡先生とか、あと田中信先生とか、はいはいはい、こう若い先生が、うん、その下にバッとこう、はい、並ぶ形で、で僕は、まあ、もしとか、はいはい、その辺だと、うん、正直ね兄弟とか、はいはい、そのあたりには絡んではいるんですけど、うん、やっぱりね一番若いので、はい、それが授業に直結するかっていうと、あ、まあそうか、うん、授業はねそういう本格的な兄弟、はい、兄弟のものはやらせていただいていない、うん、だから解説動画はやるとか、うん、はい、ああそうなんですか、すごいやっぱ大手なんで、その辺がうまくこう噛み合っていないっていうところはあるんですね。なるほど。そう、駿台関西の場合、まあ、日本歯科の中で、はい、こう自分のプレゼンスを上げていくみたいな時っていうのは、はい、模試の何を担当するかっていう部分ですか、ね、基本的にはそうですね。あ、そこがやっぱり大きいですね、はい、こう締め切り何個出すとかっていうのはあんまり関係はない。そちらっていうよりは、ね、社会科の 特性かもしれません。高目だと、はい、絶対に締め切り入れる先生っていうのは、はい、これ重宝されます。あ、やっぱそうなんだ。重宝されますので、社会科違う。社会科に関してはどっちかというと現行重視だとは思いますね。まあ、かける先生貴重ですからね。まあ、そうですね。なるほどね。僕が採用されて10年近く経ちますけど、はいはいはい、下はとりあえず入ってきていないので、いないですね。そこはね、かける先生が正直欲しいんですよ、はい、なるほど。欲しいんで、少子化のね、はい、影響とかもありますが、どうですか生徒は理系に関してはすごいです、うんうん、理系がいる。あ、やっぱ文系がね、文系がちょっと、まあ、寂しい年もありますし、でも校舎によってはね、はい、集まってるところももちろんありますので。先生今一番分かってるのはそれびっくりでしたね。あ、本当ですか。でも一番美味しいポジションでもありますね、それ。そうです。多少ね、まあ、むちゃしてもね。ね、上に可愛がってもらいつつみたいな。可愛がってもらえれば。塚原音体の、その、寵愛を受けながらみたいな、はい、そういう。寵愛されてるんですかね。ね、それはいいポジションじゃないですかね。参考書については、今年はね、やっぱ参考書の力ってすごいっていうのは、鈴木先生見ても、それはね、痛感するところはあったんで、いやいやいや、やっぱりこう、まあ、全国レベルで名前を打っていこうとすると必須の条件だと思うので、はいはい、必ずですね、必ず、まあ、強く言い過ぎましたね。ぜひですね、はい、今年は、はい、一冊書きたいと思ってます。まずはあれですよね、ただ呼びのほら出口先生のところから、ね、出ることになるんじゃないでしょうかね。まあ、それもありますね、うん、これからだと思いますけどね、はい、はい。ではもう本当に田中先生の本もどういう本書きたいですか。正直やると言うとですね、はい、本格的な、まあ、僕が参考書っていうと、はい、しっかりとこう
ね、それを見て、インプットしていくっていう、ものと、あとは、まあはい、アウトプットする問題集とかあると思うんですけども、はいはいはい、まあ、自分の授業を、文字を読んで、授業としてインプットしてもらえるような、うん、まあ、はい、昔で言うところの実況中継じゃないですが、はい、しっかりと自分の言葉をたくさん盛り込んで、読んでると授業を聞いてるような感じに なるような参考書、ね。いわゆるだから簡単なまとめものというよりは、読ませるもう講義ものっていう感じですかね。はい、もちろんそれは理想です。理想、うん。でもこれは予備校の講師人生をかけて、こっちも時間をかけて、うん、確かにね、一冊社会科の講師としては、うん、講義の実況中継みたいな決定版を一冊出したいというのはありますよね。あります。まあ、これはでも50までかければいい。まあ、一生かけてっていう世界ですね。そうですね。それ以外に、まあ、問題集とか、はい、まあ、多くの人に買ってもらえるような、はいはい、汎用性の高いものっていうのは、うん、若いうちに作っておきたいなと思ってます。わかりました、はい。じゃあちょっと一緒に食べ日ね、これからも盛り上げていきましょう。火曜日。まずはプレミアムの成功と、はい、いうそこに向けてですね、まあ、頑張って撮影もね、していきたいと思います。今回は以上になります。また先生出てくださいよ。はい、ね、ぜひ、うん。もっとね、いろいろ大変な先生が。そう。もう結構長くやってるんで、昨日もね、ズーム飲み会で夜中まで飲んでたんですけど、ね。うん。ちょっと飯泉先生がね、まだね、飲み会来てないんですよね。あ、そう。飯泉先生。昨日来られなかったんで、ね。そう。だから今度はちょっと飯泉先生囲む会みたいな仕様ですね。あ、いいですね。出ますけどもね。はい、まあちょっと数字チャンネルで、ね、飯泉先生にもね出てもらう約束してますんで、はい、ちょっと飯泉先生ファンの方は再生回数上げようとしますよね。それだってすごいじゃない。最近飯泉先生ってやるだけ回るんですから。いや、めっちゃ回ってますよね。本当ね、ちょっと飯泉先生ファンの方はですね、ぜひチャンネル登録の上ですね、お待ちいただけるといいと思います。はい、ということで今回は以上です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いいたします。